12月10日今日がお誕生日の皆さんおめでとうございますそして皆さんおはようございますやはりどんなに寒くても朝は気持ちがいいですね夜になると気持ちも沈んでしまうことよくあるのですがこうして朝に皆さんと会えて とっても嬉しいです月曜日の朝ですから気合いを入れていかなくては皆さんは今週の目標立てましたか私の目標は「皆さんにより楽しんでもらえるそんな自分になる」です。 楽しんでもらえるというとなんだかこう具体的ではないのですがラジオやシーズンマフィアの声劇お歌の配信コラボレーションいろんなことで皆さんを楽しませてそしてあなたの癒しに。 なっていいいいけたらいいなって思ってて思ますそれでは今日のちょこっと占い今日もビシッと決めてくださいねあの子にあげたいプレゼントさてあなたは何に決めた ?1 ゲーム2ぬいぐるみ3アクセサリー さああなたはどんなものをあげるんでしょうか決めましたかそれでは1のゲームを選んだあなた力を合わせて何かを作り上げるのが吉ですちょっと苦手と思っても少し勇気を出してみてください2のぬいぐるみを選んだあなた 写真を撮ったりするとハートがあったかくなりそうです。3のアクセサリーを選んだあなた今日は人から感謝されるかもただ気を使いすぎてストレスをためないように年末年始のお酒や暴飲暴食も要注意ですよそれでは今日は月曜日皆さんのこと 応援してますからね。それでは。それではいってらっしゃい。